マッコイさん、このね、ちょっと撮ります。寒いね。これ横向きじゃ入らないからで、うん、こうだね。縦にしたこういうのがいいね。ここちょうどいいんじゃない。こうやってこれで上からなだめるように、こういう感じ。鈴ヶ森形状跡でもちゃんと撮れますか。向き変えてもそれダメ。ダメ、うん、そうすると変なになっちゃうから、それは絶対やっちゃダメ。あ、そうなんですか。うん、この位置、うん、絶対この位置。ああ、そうするとブレちゃうから、こうなっちゃう首が。これ赤外線じゃなくても赤外線？赤外線、いや、わかんないですけど、こう押しただけ。ちょっと待って。これ赤外線。あ、なってなかった。うん。まあ別にいいよ。映んだったら。ごめんね。映ってましたよ。うん。映ってんだったら大丈夫。まあ撮ってるからね。軽くだよね。本当にね。花もいけてるから。この間なかったけどね。誰か来てるんですか。あ、これだってお寺があるから、お寺が管理してるから。ああ、うん、ね、赤くない、これなんか赤くない、今色は赤くない。これが緯度ですね。首は緯度。見える？わかんねえ。いない？トイレ行った？あ、いた。いた？声来た。いた？おお、楽しそう。
生きたまま焼き殺されたとね。食事は皆この石上で生きたまま焼き殺された。鉄柱を立て足下に芯を積み縛り付けて処刑されたんだ。すごいね。飛びちゃった？飛びました。飛びた？一周したから。うん。いや、これに手で寝ろかなと思って。俺まだ一周しないんだよ。これがだから火炙りの刑だよ。火炙り。下から燃したんですよね。そう、下から燃やしたの。でも色はね、真っ黒でね。綺麗に、すごいよね、石でこういうのなんだもんね。ん？何？予約しないよ。今録画中。撮ってないじゃん、あんまり。撮っとかないとちょっとは見せられないね。全然撮ってないんだよ俺。さっき生放送してたから。でマックさん、これにちょっと定点で当てといて。あ、ごめん、ちょっと上映っちゃって。マックさん大丈夫？明治38年ってことだよね。明治38年ってことだよね。すごいね。平成21年。はい？電源はどうやって入れるんですか？なんで、電源を再度入れる場合は。どうしたの？なんでしたの？これ一回、もう一回やれば。あ、はい。で、またクロスと。そうそうそう。オッケー。蓋開け閉めが電源オンオフ。蓋開き、そう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 。ってこと？いやいや、電源オフはこれ。電源、そうそう、電源オフね。オフは？そう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 、それそれ。鏡見てみた。前映ってたんだよね。寒い。めっちゃ寒いっすよ。気温、氷点下でね。ん？裏側はこれですね。まあこんな感じ。溶岩になってるのかね、これね。まあ、こんな感じですね、本当に。まあ、この辺りが形状だったというわけです。で、一周回ってきたね。あ、お腹すいたねって感じだね。寒い。寒い。寒いね。お母さん、いっぱい撮っちゃっていいよ。多分全然撮ってないでしょ。いや、結構撮りましたよ。いや、撮ってない、多分。4分ぐらいしか。あ、多分。動画にするから、やっぱ2、30分欲しいね。まあ生放送中で俺撮るわ。定点でも。なんかね、この間ね、その辺りが映ったんだよね。この辺り。松ですね。60なんとかってこれ。
食いよう。20分ぐらいですかね、撮ったの動画が。20分欲しいとこですよね。寒っ。ちょっとね、動画をジャンプしてね、寒い。Кто-то не будет.